整理整頓って難しいな。どれくらい難しいやろ。街中で知らん人に突然いないいないばあされた時のリアクションくらい難しいな。そうや、吉井に電話せな。トゥルル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 トゥルル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 ル。ああ、もしもし。トゥルル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 。いや出てるって。ほんでトゥルルルルルってなんで口で言うてんねん。ほんでトゥルルルル下手やな。あ、又吉です。ピースというコンビで芸人をやっている又吉です。知ってるて。あんたの後輩の吉井です。2015年に第153回芥川賞を受賞したピースの又吉直樹です。いや分かってるて。自慢すんな、かっこ悪いな。吉井、今どこ。もう店ついてますけど。俺もついてる。いや嘘つけ。よし、ちょっと待って。チャリンコ乗ってるやん。よし、今日めっちゃ人多いな。めちゃくちゃ多いな。ちょっとたどり着けへんかもしれんけど、一か八かで行ってみるわ。ちょっと多分渋谷のお客さんたちは気ぃ利かして道作ってくれそうっすけどね。なんかね、モーゼみたいになってる。うん、モーゼ感ありますよ。なんとかたどり着けそうな雰囲気は出てきた。あー、思いますか。うん、あ、やっぱあったかいですね、渋谷のお客さんは。そうやな。もう3月やのに、でもまだ冷え込むな。いや、じゃあこの距離でする話しちゃうもん。結構近いところでする話やで。いや、気持ち悪い笑い方。いやごめんごめん。よいしょ。レスラーみたいな張り方するやん。遅くなってしまったみたいな感じになってしまってごめん。いや遅くなってん。なんか言い回しややこしいな。遅なってんねん。ごめんごめん。え、うん、大田越健ですやん。そう、ゴッホ。ええやん。これ全部俺の髪の毛で編んでもらってる。気持ち悪いな。気持ち悪いよ全部。いやいや、こんなオレンジと緑の毛履いてへんやん。俺の髪の毛のグラデーションでこの絵描けんの天才やろ。天才やけどな、うん、もし描けてんやったら。気持ち悪いね。ごめんごめん。え、靴下も。靴下もね、ゴッホで。いやん、合わせてみた。いやん、うん、両ゴッホ。両ゴッホ今回、あ、今期、はい、コウタグスケやばいらしいんですよね。マジで。ちょっと展示会行きましょう。展示会、うん、分かった、行きましょう。ここが光太具志堅の展示会か。ちょっと入ってみよう。ダサいな。漫才見たの。ウィーン。ウィーンなんかないねん。ダサい入りすんなって。ウィーン知ってる？なんすか？ウィーン。ウィーンはだからあれでしょ？自動ドアでしょ？ウィーン一番最初にやったウッチャンなんちゃうの？知らんて。ウィーン。いいってもう。いっぱいあるな。うわかっこええな。これやん。モナリザのやつやん。おうおうおう。あれ？ありますね。それね。バスキアが描いたモナリザインスパイアでモナリザ柄のニットを作ったのがきっかけです。この色もかっこええな。いいっすやん。いいよな。ちょっと着てみていいかな。行きましょう行きましょう。ちょっと待ってな。いい色っすね。うん、渋谷の人あれやな、みんなおとなしいな。もっとなんかさ、うん、にぎやかなんかなと思ったんやけど、意外と落ち着いてるよね。なんかめっちゃ撮られてる感じしますけどね。あ、そう。ちょっと待ってな。あ、良さそうやん。いいやん。あ、ちょっとどいてもらっていいですか。失礼やん。順番やん普通。そんなこと言うな。僕今から鏡使うんで。やめろ。使わせてもらっていいですか。著名人やねんから。やめろ。いいやん。いいですね。いいっすね。お前に似てんなこれな。あんたや。あんたの方が似てんの、うん、これ後ろもあるから似てるな。うん、モナリザみたいな顔してるやん。これ後ろ好きやねんな。いいね。モナリザ結構何回か出しましたけど、うん、これいいっすね。うん、いい色。いいよね。ちょっと他にもありますよ。あ、すいません、僕が見るんでちょっとやめてもらっていいですか。いや、お前も一緒やねん。あ、どう。あ、それな。いいっすやん。これね、ピルスナービールの、うんうんうん、ロゴのお猿さんですね。ロゴのお猿さん、うん、いいっすやん。ビールのってことやろ。そうそうそう、その表現が面白いよね、うん、それをさ、モヘアのカーディガンにさ、うん、するっていうのがもうすごいいいやん。確かに。この猿もさ、うん、見て、
かなり繊細な。ほら、あ、お前遠目で見たらやっぱなあ、サイト分かんねえ。いいよ。いいよね。うん。これでも舞台衣装でめっちゃいいかも。おしゃれすぎ。いやいやいや、俺世界一爽やかなギャグっていうギャグあんねんけど、それ背中から入んねん。え、ちょっと見してもらっていいですか。やってみていい。はい。世界一爽やかなギャグ。やめろって、やめろって、やめろって。なんだ、風か。爽やかやな。めちゃくちゃ爽やかや。風と会話してるやん。風？いや、誰と喋ってんの。なんで鏡に向かって喋ってんの。いけるな、これ、衣装。いいっすやん。いや、そのギャグの時だけやけどな。あ、ちょっと、うん、変わった服ありますよ。持ってきて。メンズでいけんのかな。あ、めっちゃ好き、俺それ。なんか試してみていい？うん。こういう泣き方すんねんや。うん、こんな泣き方すんねんや。あ、こういう、もう全ニットや。うわ、全ニットっていうのあるんすね。これニットの神やん、これ。え、なあ、ニットの神なの。ニット神やで、これ。いや、手出した方がええんじゃん。いいなあ。え、コントのキャラじゃないですよね。え、すごい。これでもすごくない。あー、でもしゃってるやん。半袖じゃない方がいいとは思うけど、なんかね、いろんな着方あるみたいですよ。そうやんな。うん。例えばセーターやダッフルコートなど、通常ある洋服を大きな編み地で編んだニットをデザインしましたと。うんうん。だコートの上から羽織ってもいいし、ジャケットの下に着ても袖から出しても可愛いと思いますって。こういうニットキャップもあんねん。見て、それ合ってる。そう、合ってる。こうやろ。え、これさ、七味のさ、出すとこわからんときも あるけど、このこうやって何回回してもこれ出口がわからんみたいな。やったあったみたいな。こっからこう出す。じゃあ、モノボケせんでええねん。なんでファッションの。いや、いいな。これでもいろんな使い方できるやろ。あ、こういう風にして、ニット帽もいけるやん。ちょっと待って、折ってさ、うん、どう？こういう、こういう被り方もできるし。うんうん。あ、いいやん。あとは？あとは、スヌードとして。スヌード？うん、首までガンっていって。このまま？このまま。このまま落としたの。そう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 。ほんまやな。あ、これでもいけるな。うん、いいやん。これいいな、顔。変えます？うん。で、この、下は脱がないんですか？ずっと着てます？うわ、これはこれでよくない？ホットペッパークーポンみたいな。これはこれで。ライブアートやけどな。え、靴下も可愛いんですよね。うん、私試験こういう靴下とか、うん、あ、すごい。ピロピロの糸は編んだ後に手で切ってピロピロさせています。あ、これ、うん、ピロピロ出てる。おい、妖怪。おい、変なやつおるな。妖怪。この中に豚汁を入れてください。誰が入れんねん。俺るやろ。具材だらけだろ。かわいいなこれ。怒られんねん、具志堅さん。こんなことしてんだな。いや、これええな。落ち着くわ。このまま寝れますしね。寝れるね。袋としてもいけるし。いいですね。うわぁ、うわぁ、ちょっと待って。え、なにそれ。スカジャンじゃん。スカジャン？ニットで？ニットでスカジャンじゃん。うっせん。え、黒じゃない？でも着るんやったら。え、スカジャンじゃん。スカジャン、ちょっとだけ合わせてみる。シルクやレーヨンの光沢を強調し、ニットでキラキラ作ったからかっこいいのではと。でもさ、あれやろ、さすがにさ、ニットやからさ、うん、着させてもらっていい？これいただきます。うわ、ニットもスカジャンも好きやから、俺。うわ、いいやん。ああ、こういうね、こういう感じ。それだからリバーシブルでしょ、スカジャンってことは。
いや、スカジャン、いや、ニットやからさすがにリバーシブル無理ちゃう。いや、ちょっと一回脱いでみてごらん。え、ちょっと待って。うわ、これ、え、そうやん、うせん、これリバーシブルな。これしかもポケットもちゃんとしてるもん。ちょっと待ってください、ニットでポケットついてます。ツアーみたいになってる。すごいやん。いや、これニットでしょ。ニットでこんな表現できる。アンミカやめろって。アンミカ感あるな。これニットほんまに。ええって、アンミカ。嘘。あ、両面ええやん。両方いけんねん、うん、え、めっちゃ好きやわ。ちょっとベストめっちゃ良くない。ベスト、ベストいいな。かわいいな。かわいい、すごいね。これあれじゃない、ジェミソンズじゃないの。ジェミソンズ、うん、前にさ出してたやんか、長袖で。うんうんうん、それのベストワンじゃない。うわこれいいやん。そうかそうか、これあれやんな、あの長袖で出てて、うん、覚えてる。それのベストじゃない。うわうわ、いいね、いいね。着てそうやもんな。この色もいいな、うん、いいね。なんで俺にばっかり着させてくれんの。優しいな、お前。いや、一回それで人が着てんの見たいやんか。いいですね。え、セットアップ作ってるやん。見せて。セットアップちょっと見て。見せてみ。ほら、うわー、だってセットアップ作ってるやん。もう何でも作るやん。あ、ごめんごめんごめん。じゃあ足踏んでんねん。人の足踏んで爆笑すんなって。ごめん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 。ニットでさ、うん、ニットでジャケット作ってる、セットアップ作ってる、ズボンも作ってるやん。すごいね。面白いな。面白いブランドやな。一回羽織ってみます？羽織ってみようか。こっちのジャケットの方。うん。うわ。こういう感じ？うん。うわ、似合うやん。うわ。1940年代のスーツの形をベースに作ったダブルのジャケットですと。いいね。こうだ。これセットアップで着たいですね。いいですね。どっちの色もいいですけどね。こっちもいいですね、うん、うわ、茶色もいいな。茶色もいいし、うん、バッグも作ってますからね。すごいね。セットアップとスカジャンとバッグ作ってますからね。ニットでしょこれ。いいね。へー。足立さん、でもそろそろ時間ちゃいます。時間大丈夫ですか。時間、そうやな。あ、コータ具志堅ライトがあるの。コータ具志堅ライトって何すか。ちょっとつけてみようか。コータ具志堅はニットを得意としています。知ってるて。コータ具志堅好きな人は全員知ってるよ。それだってバッグ作ってんねんから。なるほどな。これでもコータ具志堅の説明をしてくれんねや、いろいろ。いや、このライト意味なかったな。これつけてみていい？はい。コータ具志堅のデザイナーは具志堅コータさんの可能性が高いです。そうやろうな。山本隆じゃないでしょ多分。そう、コータ具志堅です。コータちゃん具志堅マンの可能性ない。だっせーな。竹ちゃんマンみたいに出てる。これもつけてみようか。コータ具志堅の子供の頃のニックネームはグッシーです。知らん。グッシーやったんや。全部教えてくれんすね、あだ名も。そうやな。なんかもうちょっとなんか有益な情報欲しいっすけどね。有益な情報でもさ、よし、洋服こうやって見てたらさ、はい、楽しいな。楽しいですね。洋服って素晴らしいもんやな。好きでよかったっすね。だけどさ、はい、こういう考え方もできると思うね。この世界にはコータ具志堅の服とコータ具志堅ではない服があります。分かってるて。
あるやろ基本。ほんまに分かってる？分かってます分かってます。ローランドみたいなこと言ってるやん。俺か俺以外かみたいな。光太具志堅の、服と光太具志堅ではない服があるってことほんまに分かってる？分かってます分かりきってます。ちょっと調べさせてもらっていい？どう調べるんですか？今から俺とお前の脳を直接つなぐから。変なこと言うてる。俺とお前の脳を直接つなぐから、それちょっと確認させてもらおう。脳をつなぐんですか？うん。これ見える？ああ見えますね。見えた？見えた。これ俺の今頭の中で浮かんでる映像やねん。それお前と今共有できてんねんけど。はあ。お前だけじゃなくて、うん、世界中の人間が今この映像を見てんねん。迷惑じゃないそれ。ブラッド・ピットもメッシも今この映像。いや迷惑かけてるって。俺だけでいいって。全員全員。これ見て、これ光太具志堅の服やろ。いいっすね、うん、これは。わあ。これも光太具志堅の服やねん。うん。光太具志堅、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 ノット光太具志堅。いらんねん。ノット光太具志堅いらないんです。具志堅だけ、光太具志堅だけみたいですよ。光太具志堅、光太具志堅、ノット光太具志堅。いやだからいらんって。具志堅、具志堅、何何何、クードス、クードス、クードス。いやクードスはいいっすよ。素敵なブランドですけど、いいです。フードスいいよね。光太具志堅。光太具志堅。モデル気になるな。モデル気になるんすよ。光太具志堅やろ。いや、直木又吉やから、これ。一緒やろ。全然違う。肌の質感と髪質が全然違う。水分が全然違うもん。違う。パッサパサやで。日常の又吉。見飽きたって。床見てる又吉さん見飽きたって。光太具志堅。いいなぁ。ユージアヤベ相方。ユージアヤベっていいって。ユージアヤベ in ニューヨーク。2パターンええねん。ニューヨークで立ってるのええって。光太具志堅、それがいいんすよ。光太具志堅靴下もね。バーバリー、バーバリー大丈夫。バーバリー光太具志堅いいね。ラストユージアヤベジャンピングアヤベええねんって。いい顔してるな。どういう状況なんやろな。象が不機嫌。光太具志堅みたいに言うなって。象が不機嫌。光太具志堅。ああいい。光太具志堅だもの。三つを。三つをやらんでええねん。日本ののどかな風景。だいぶ変わりましたよ。疲れてるんですか。いつか恋人と共に見た夕暮れ。集中してください。光太具志堅だけ見たいんですよ俺。光太具志堅、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 耐えるうち、苦しい続き。
光沢試験でした。